インターネットレディオ Good Air .com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村 1,2,3 GO! よいしょ、こんにちは、どうも中村健太郎です。2時間に1本動画更新、もうそろそろねちゃんと始めなきゃということで、現在インターネットラジオグッドエアの拠点に来ています。いや毎日っていうか、もう今んとこ1日休まずお借りしてから1週間掃除に来てる状態なんですけど、まあ時々大園ディレクターが来てくれたり、吉村ディレクターが掃除に手伝いに来てくれたりとかしてやってる状態ですけど、まあ家賃をねどうにか払いながらなので、僕もう借金だらけで全然お金の余裕とかないんですが、まあどうにかその14万円ぐらい、お借りをしてですね、まあいわゆるキャッシングっていうやつでお金を借りて、まあそれで、こちらの方にですね、まあ電気と、まあできれば一箇所でも水が出るようにということでやっていきたいと思っています。で大体平日はこんな感じで僕一人なんですよ。まあまあ、来てくれる人がいる時ももちろんあるし、大園ディレクターはね割とよく来てくれるんですけど、まあこちらで一人で掃除をしている状態なので、もしよければお手伝いに来ていただいて、本当にお金はないんですけど、わずかばかりみんなで掃除するものだったり資材ぐらいはね、どうにかまた借りてしようと思っているので、なんだろう、まあここを一応バンドマンとか、まあ演奏をしたい人たちができるだけ音を気にせずに音を出しながら練習ができる場所、まあそういうのがまあ僕らの町熊本県八千代市にはあまりないということで、それが一つと、もう一つは、ダンススタジオとか YouTube の撮影スタジオとかですね、という形で、まあこちらを使っていきたいと。あとは写真の撮影とかもありかなと思ってるんですけど、今まあ中はねガラーンとしてて何もない状態なのですが、まあとにかく外から虫が入ってこないように、盗まれてる換気扇とかエアコンの穴とかね、まあそういったところを塞いでいって、まあ換気扇もつけたりとかしながら、まあ皆さんに何かしら使っていただきながらですね、ちょっとずつまあお金も貯めて、そのうちエアコンも買いたいなとは思っています。ただまあ僕の財力ではどうにもならないので、まあそこら辺はですね、なんか募金とかするっていうのもまたどうなのかなと思っているので、まあ、少しでも早くここを使える状態にして、いろんな人が自由に使ってもらって、その人たちに、まあ、例えば500円で1時間借りますとかね、そういうような形でちょっとずつお金を貯めていって、まあエアコンを買ったりとか設置をしたりとか、まあそういったことにしていきたいなというふうに思っておりますから、まあ、だけもうみんな手伝いに来て暇だったらすいません、手伝いに来てください。夜やってないし電気も来てないんで夜やってないんですけど、連絡いただいたら朝8時9時からでもいいですし、まあ本当30分だけちょっと見に行こうかなとか遊びに行こうかなっていう方でも大歓迎です。家にあるいらないものをね持ってきていただいて、まあ結構ね食器棚とかいただくって話はあるんですけど、一つおいい感じの食器棚はいただくことになってるんですが、その辺はねあんまりね需要がここはないかなと思ってるので、椅子とかソファーとかテーブルとか、まあ、そういったものだったらすごく大歓迎で、よかったら持ってきていただけるとありがたいなというふうに思っています。あとはなんだろうな、本当に2階とかねだだ広い畳があるので、とりあえずみんなで吹き上げるだけでも、使えるんじゃないかなと思ってますし、まあ家にバルサン余ってる方、バルサンとか持ってきてもらうと、もう散々かけてはいるんですけど、心配な人とかいれば、まあ、そのバルサンをかけたりとかっていうのもやっていきたいなというふうに思っております。ということで、ぜひご協力ください。インターネットラジオグッドエアのこのなんていうの、拠点っていうよりはね、地域の人たちが情報発信をする場所にしていきたいし、地域の人たちが活動する場所に本気でやっていきたいと思っています。もうボランティアなので、それでどうこうお金を儲けてっていうのは全然考えてないので、この場所を生き返らせるみたいな、そういうつもりでですね、皆さんにご協力いただけたらなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで作業に戻んないと、あちこちね掃除したり荷物運んだり、まだまだ一人で頑張りたいと思います。以上です。後席、皆さんこんにちは、
中央食堂しゅんチャンネルしゅんちゃんです。バーベキュー&ステーキソース焼肉のタレしゅんちゃんを持ってますけれども、インターネットラジオグッドエアさんの PR 動画にお邪魔させていただいております。毎日の日々の日替わりランチとですね、中央食堂の日替わりランチを食べてるんですけれども、それを食べてのところを見てもらっております。ぜひ今後ともですね、美味しい日替わり定食をお見せできるように、そしてですね、鹿児島鹿屋市なんですけれども、そこの地域の PR 情報なんかをですね、できるように、頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。しゅんちゃんでした。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Thank you for your listeningGood Air Dokkan. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことは、インターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。